以前、稲葉さんご本人をお見かけしたのですが、生で拝ま,ませていただいた感想は、顔がすごく小さそう。あの、稲葉は顔小さいですけども、エアロスミスのスティーブン・タイラーの方が小さいですよ。<laughs> だいぶ前のミュージックステーションの時に、一番最初だと思うのは、僕がサポートやってた頃に、エアロスミスと同じ日に出た時があったじゃないですか。 その時に、楽屋別々だけども、いるわけじゃないですか。そたらね、稲葉君がねそ、その当時のマネージャーのうちの一人が、その辺のロンウッドだったりとか、なんかエアロスミスのメンバーだったりとか、みんな知り合いだと。アメリカにずっといたやつで。で、それで、稲葉が戯れに、お前、スティーブン・タイラー、知り合いなんだったら、ここ連れてこいよって、無茶ぶりしたんですよで。普通、こっちから表敬訪問に行くことはあっても、呼びつけることなんて絶対ないじゃないですか。 なんで、まあ、あの、稲葉、もそこでさって、まあ、なんか遊んでたんですよね。でしたら、あ、できないんだ。スティーブン・タイラーと知り合いとか嘘なんだ。とかって言ったら、よし、連れてくる。つって、<laughs> 本当にエアロスミスの楽屋行って、本当にスティーブン・タイラー連れてきたんだよ。<laughs> ビーズの楽屋に。だからもう、本当そういういい人なんだよね、きっとね。で、 連れてきたよとかってガーンってやったら、本当にスティーブン・タイルパーって入ってきて、うわーってみんながで、うォーってなって。<laughs> で、最初に、いや、バッんかな、マ本さんかな、どっちかな、二人と握手して、三番目僕の番で、僕こうやって握手して、ナイスとミチューしか言わなくて、その時に、この人口大きいんじゃなくて顔ちっせえんだって思って。<laughs> それぐらい顔ちさかった。何がそれぐらいかよくわかんないけどね。